今回は UFO キャッチャーでゲットしたアラレちゃんとセーラームーンの開封をしていきます。一番最初このアラレちゃんをやってすぐゲットできたのですが、いろいろやってねめっちゃお金使いましたね。そしてアラレちゃんをうんちゃうんちゃうんちゃ3体ゲットしました。もう悔しくてねレンチャンで取っちゃいましたね。これは唯一簡単でした。それではのり巻きあられを開けていきます。造形天下一武道会4。小さな頃あられちゃんはめっちゃ見てましたね。来たぞ来たぞあられちゃん、てんてててててんてててててててん、おーあられちゃん来た、いい感じ。それでは組み立てていきましょう。部品は台座と胴体と帽子と頭と、あらペロペロキャンディーが消えた。ペロペロキャンディーが袋から開けた時折れてしまった。アロンアルファでくっつけます。うわ失敗した、折れたペロペロキャンディー。はい、どうにかアロンアルファでこの修正されたペロペロキャンディーが部品となっています。部品は全部で5種類あります。まず台座にセット。アラレちゃんはロボットなのでよく頭が取れます。忠実に再現されてますね。怖いぞ、折れないようにセッティング。きた、かわいいアラレちゃん。そして帽子をセット、おほいい。そしてペロペロキャンディーをセット、完成。アラレちゃん、ドクタースランプアラレちゃん、いやいいっすね、めちゃくちゃクオリティが高い。アラレちゃん大好きなのでこれは満足、最高な出来栄えです。次に小さな頃、小学低学年の頃に見ていた美少女戦士セーラームーン、これがアニバーサリーということで商品に並んでいました。早速開けてみましょう。デレッツテレ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 テテンテレンテレテテンテンテレテテンテレンテレテテンテン、おーほいおほほい。パーツは台座に本体とこの紙のパーツ、簡単に作れますね。はい完成、いい顔っておきおきよ。美少女戦士セーラームーン、このポーズが決めポーズですね。変身の決めポーズ、月に変わっておしおきよのポーズです。最近の UFO キャッチャーの商品はクオリティが高いですね。ほうほうほう、はい今回はアラレちゃんと美少女戦士セーラームーンの UFO キャッチャー編をやりました。次はこの3つのワーコル編でお会いしましょう。月に変わってまた会いましょう。さようなら。